大ザブ川は、トルコとイラクを流れる川である。全長およそ4 0 0キロメートルの長さを持つ。源流はトルコにあるバンコ付近であり、イラクのモースル市の南でティグリス川に合流する。大ザブ川の流域面積は、およそ4300平方キロメートルに及び、数多くの支流と合流する。大ザブ川とその支流の水は、主として、高雨と雪解け水によって供給されており、 その結果として、年間における流量の変動は大きい。少なくとも6つのダムが、大ザブ川及びその支流で計画されているが、実際に建造されているのは、ベフメダムだけであり、これも、湾岸戦争の後に建設が停止した。ザグロス山脈には少なくとも、後期旧石器時代から人類が居住しており、シャニダール洞窟の遺跡によって、ネアンデルタール人が、 大ザブ川流域に住んでいたことがわかっている。この地域についての歴史的記録は前3000年期から利用できる。新アッシリア時代、大ザブ川からアッシリアの首都ニムルドの周辺に灌漑用水が供給されていた。ウマイヤ朝の終焉を告げたザブの戦いは、大ザブ川のシリウス場で戦われ、また、この川の過酷は、モンゴル帝国がイラクを征服した際には、 難民の避難所として機能した。19世紀から20世紀にかけて、大ザブ川流域では、現地のクルド人部族が自治権を目指して、頻繁に放棄した。大ザブ川はトルコにあるバンコの東側の地域、海抜標高をおよそ3000メートルの場所に源流を持ち、イラク領内でティグリス川の砂岩から合流する。トルコでは、大ザブ川は、バンケンとハッキャリ県を横切り、イラクでは、 クルギスターンのドホーク県とアルビール県を通過する。ティグリス川とともに、ダイザブ川はアルビール県とニーナワー県の境界線となっている。ダイザブ川の上流は岩場が多い山合いの急流となっている。アマディアとベフメ峡谷,谷の間には未完成のベフメダムが残されている。この地域はサプナ渓谷と呼ばれており、もしもベフメダムが完成すれば、その大部分は水没する。 多数の渓流と彼川が、両岸から大ザブ川に合流する。これらの主だったものは、ザ・ルーバーアイ・シン・川、ルクチュク・川、ルーバーアイ・リューアンデス・川、ルーベイト・マワラン・川がある。大ザブ川の長さの推計には 392km、および 473km といったものがある。そのうちおよそ 300km は、イラク領内を流れる。大ザブ川の平均流量は419。 立方メートル毎秒であるが、流量のピークとして1320リッター、片メートル毎秒が記録されている。平均年間流量は13.2、立方キロメートルである。古来、暴れ川として知られ、中世のアラブの地理学者たちは、大ザブ川を悪魔が取り付いていると表現している。大ザブ川の流域面積の推計値は、差が大きい。 狭い見積もりでは25,810平方キロメートル、広い見積もりでは4300平方キロメートルとなる。流域面積のおよそ62%がイラク領内に位置し、残りがトルコ領内にある。大ザブ川の流域の南側は小ザブ川の流域に接しており、東側はティグリス川の流域に接している。ザグロス山脈は並走する。 石灰岩の終極山脈であり、海抜3000メートルを超える。大ザブ川の下国を含む山間の渓谷と南西の山麓地帯は砂利、液岩、砂岩で満たされている。これは水による浸食の結果である。大ザブ川流域内のアマディア渓谷は、シャフリゾールとラニア平原に次いで、イラク領内のザグロス山脈で3番目に大きな渓谷である。大ザブ川は、 ザグロス山脈の高地から湧き出ている。この地域の冬は寒く、年間降水量は1000ミリメートルを超える。ここから大ザブ川は、年間降水量が300ミリメートルを下回る、ザグロス山脈の山麓に下り、ティグリス川と合流する。この山麓地帯の夏の平均気温は、一般的にザグロス山脈の上方より高い。 ザグロスの高地は三つの異なる生物地陸によって特徴を付けられる。森林限界がある標高1800メートルよりも上では草と干木が支配的な植生であり、標高1800メートルから610メートルの間では開けた多くの森が中心であり、過酷の随所に小宅地がある。この森林地帯の標高が高い位置では多くの他に西洋ネズを見ることができ、 中間的な高度には西洋トネリコ、サンザシ、カエデ、クルミが生育している。また、より乾燥した低高度ではピスタチオとオリーブの木が確認できる。現在、山陸地帯の多くは工作地となっているが、まばらにフラミス属の草が支配的な自然植生が残されている。現在までに大ザブ川には大型のダムが一つ部分的に建設されている。 それは、イラクのベフメダムである。また、トルコの、石を用いた24メガワットの流れ込み式による、バッチする水力発電所がある。ダイザブ川流域のトルコ側と、イラク側を合わせて、他に5つのダム計画がある。トルコのステートハイドロリックワークスにおいて、チュクルジャの近郊でチュクルジャダムとダガンルダムが、ハッキャリ市のそばでハッキャリダムが計画されている。 最終設計では、ハッキャリダムは245メガワットの出力を持つ発電所を備え、チュクルジャダムとダガンルダムは、それぞれ245メガワット及び462メガワットの発電所を稼働させることになっている。イラクは、ベフメダムとデディロックダムの建設を開始し、他に、ハージルゴミルダムとマンダワダムという2つのダムを計画している。水と灌溉用水のために、 大ザ部側のベフメ峡谷にダムを建設しようという計画が初めて提案されたのは1937年である。しかし、検討の結果、この場所はダム建造に適さないと判断され、計画は放棄された。1976年、大ザ部側の他の3つの地点が新たに提案された。これには、以前の検討で提案されたベフメ峡谷も含まれていた。 そして最終的に1989年にベフメ渓谷が選定され、建設が開始された。ベフメダムの建設は1990年の湾岸戦争の勃発によって中断され、未完成のまま残された。戦後、ダムの建設現場は略奪にあった。ベフメダムは230メートルの高さを持ち、合計1560メガワットの6キタービンを、 収容した地下水力発電所を持つロックフィルダムとなる計画となっていた。ベフメダムが作り出すダム湖は17立方キロメートルの容量を持つ予定であり、完成していれば多くの村落、ザ・ケミー・シャナイターの遺跡、そしてシャニダール洞窟へアクセスする道路が水没していたであろう。シャニダール洞窟の入り口、ザクロスにおける人類の居住は後期旧石器時代まで遡る。 これは、この時代の洞窟遺跡が山脈のイラン側で数多く発見されていることによって証明されている。中期旧石器時代の石器群がシ小ザブ川の南にある洞窟遺跡バルダバルカとザクロスのイラン側から見つかっている。ネアンデルタール人と解剖学的な原生人類の両者が使用していたムスティエ文化の石器群も最近アルビールで発見された。また、 シャニダール遺跡にもネアンデルタール人が居住していた。この洞窟遺跡があるサプナ渓谷では中期旧石器時代から旧石器時代まで数々の集落が営まれ続けた。この遺跡は特にネアンデルタール人の埋葬跡によってよく知られている。シャニダール遺跡における旧石器時代の居住跡と同時代のケバラ文化の石器群は解剖学的な原生人類が 大座部川流域に居住していたことを示す最古の証拠である。続く原新石器時代すなわち、ナトゥーフ文化の時代の居住跡と、付近にあるザ・オケミー・シャナイターの野外遺跡における最古の居住跡は、同時代に属する。ハージル川に面するエムレファットは、全1万年頃に年代付けられる狩猟最終民の小村落で、レバントの先々新石器時代 A に並行する時代の、 ものである。大ザブ川の下流域の平野の南にあるアルビールの城塞における考古学的調査によって、この遺跡には全6000年期から人が住み続けていることが示されている。この地域に触れる最古の歴史的文書は、ウル第三王朝の王、シュルギがウルビルムの町に言及したものである。アッシリアの偉大な首都、アッシュール、ニネベ、ニムルド、そしてゥルシャルキンは、 すべて、ダイザブ川が、ティグリス川に注ぎ込むザグロスの山麓地帯にあり、ダイザブ川流域は中アッシリア時代と、新アッシリア時代に、アッシリアに徐々に統合されていった。前7 0 6年までアッシリアの首都であったニムルドは、ダイザブ川とティグリス川の交流点からわずか10キロメートルの場所に位置する。アッシリア王アッシュールナチルパル2世は、パティヒニャリーと呼ばれる運河を建設した。 この運河は、大ザブ川から、ニムルド周辺へと考え用水を供給するものであり、アッシュール・ナチルパル2世の後継者であるティグラ・トピレセル3世と、エサル・ハドンもこの運河を修復した。今日でも見ることができる。この運河は、大ザブ川の右岸に沿って走り、トンネルによって、岸壁を通り抜けている。アッシリアが崩壊した後、メディア人がこの地域の支配権を握り、 さらに前550年、アケメネス朝がそれを引き継いだ。前331年のガウガメラの戦いはおそらく、オーザブ川の北、モーソルの近郊で戦われたと言われている。前323年に、アレクサンドロス3世が死去した後、この地域の支配権は、セレウコス朝が握った。西暦750年、ウマイヤ朝の最後のカリフマルワーン2世は、 アッパース長のサッファーフニザブの戦いで敗れた。この戦いは、ダイザブ側の支流ハーチル側の川岸で行われた。13世紀に、モンゴルがイラクを石鹸し、アルビールを略奪した時、多くの生存者が壁縁のダイザブ川渓谷に避難した。サプナ渓谷は、ザオケミーャナイターで発見されたキリスト教徒の工芸品が証明するように、 キリスト教徒とムスリム双方のコミュニティの故郷であった。19世紀の間、この地域はクルド人の属長の支配下に入った。第1次世界大戦ではこの地域で激しい戦闘が行われ、ロウィンティスの町は1916年にロシア軍の兵士たちに略奪された。第1次世界大戦の後、独立したクルド人の政治的地位の確立を追求するクルド人のバルザに、 族と他のクルド人部族の間で、そしてバルザに、族とイラク政府の間でも激しい戦いが行われた。この戦いの最後の放棄は1974年に始まり、ダイザブ川流域の町や村は激しい砲撃にさらされた。ありがとうございます。